バカ、動くの早えよ。とどめだ。あんたの資格、このインサイトで全て見切ってやるよ。ほら。おはよう、ユーリ。俺をここまで待たせるなんて、アエロフローとかユーリぐらいだよ。おはよう、ユーリ。海にでも行こうか。この街に来て、朝早くカモメの声を聞くと、サンクトペテルブルクを思い出すんだ。俺たちエスパーダ・アイゼンから、部下の処罰のためにカハネガシオンってのを渡されて、奴の霊圧を考えると、せいぜい持って2、3時間ってとこだ。直してかどうかなんて聞いてねえんだよ。直せ！うちの門に、何手出してんだ。いや、俺めちゃくちゃやっちゃうよ。絶対上の奴らいい顔しねえだろうし。俺の魔法がちょっと珍しいからって。いいぞ特急。頑張れ頑張れ。いい機会だ。教えてやる。嬉しそうだな。褒めてやろうか。領域展開。福間水氏。笑わさないでくれよランサー。汚れなど成果で洗い流せる。そんな余分なプライドはな。そこいらの犬にでも食わせてしまえ。とにかく、俺は兄貴にとって経営の道具でしかないんだよ。俺はもう目標を見つけたしね。まるで魔法の世界から訪れたお姫様かと思った。言わなくていい。所詮にはちゃんとわかっているよ。ああいうのは表の人間向きのお客じゃない。所詮がね、綺麗にしてあげたの。俺のスタンドは記録を全てリプレイする。ナランチャが書いてる汗も脈拍までも全て見れる。そしてどこまでも追跡する。やっぱ性に合わねえわ、生真面目なバスケは。せいぜい楽しませてくれよ。いいね。そう来なくっちゃよ。はい、静かになるまで8秒かかりました。時間は有限。君たちは合理性に欠くね。担任の相沢翔太だ。よろしくね。それがヒーローの素地を形成する合理的手段ではないと思うぞ。早々に戦死するところだった俺を命拾いさせてくれたのは、そうは思わん。もしこのお嬢さんが本物の神様なら、最高司祭よりおっかないはずだろ。